はい、皆さんこんにちは、一斉 TV の一斉です。今回東京ディズニーリゾートで販売されている SS コロンビア号のペーパーナノを組み立てていきます。まずは説明書をしっかりと隅々までよく読んでから組み立てを始めましょう。はい、各パーツはレーザーカットで仕上げてあります。表と裏でパーツの輪郭の見え方が違います。カットしやすい面を上にして作業を進めていきましょう。パーツを折り曲げるときはピンセットを使うと綺麗に仕上がりますよ。パーツをカットするときには手を切らないように気をつけましょう。接着には多目的速乾ボンドを使っていきます。船体の甲板部分を作っていきます。先ほど作った甲板パーツと船体外装を組み合わせていきます。説明書に従い作業を進めていきます。丸みをつけるパーツは円形のものに押し当てると丸く癖をつけることができます。はい、船体が仕上がりました。いい感じでできましたね。はい、作業を進めていきます。各パーツを船体に取り付けていきます。はい、煙突部分のパーツを作っていきます。合計で同じものを3つ作っていきます。はい、こんな感じで仕上がりました。ここまで組み上がるとだいぶ船の形になってきましたね。はい、ここからは最も小さいパーツを取り付けていきます。はい、次はマストを作っていきます。はい、こんな感じで完成いたしました。はい、船体に取り付けるとこのような感じです。はい、この辺は目立つとこですので丁寧に作業をしていきましょう。接着が甘いところなどの補強をしていきます。はい、ここからは飾り台の製作です。
エンブレムがゴールドメッキ仕上げになってますので、結構高級感がある感じに仕上がってますよ。はい、今回は LED のディスプレイライトを購入いたしました。はい、無事に SS コロンビア号完成いたしました。はい、それではライトを点灯。はい、東京ディズニーシーに停泊している SS コロンビア号、ペーパークラフトではありますが、ものすごく精密にできています。自宅で SS コロンビア号を照明を当てて眺めると、とってもいい気分になるんではないでしょうか。はい、今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をしていただいている139名の皆様、いつも動画を見ていただきありがとうございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。それではまた。